エルサルバドル、コスタリカ、コロンビア北部、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ全長30から40センチメートル。体色は個体により、褐色、赤、オレンジ、黄緑等と様々で、黒い反紋が入ることもある。また、程度体色を変化させることもできる。頭部は大型で頭頂部から後頭部にかけて、とさかが伸び、 背面のクレストにつながる。種商名クリスタータスは土坂状のノイでこのクレストに由来すると思われる。熱帯雨林に生息する。樹状性で野生では滅多に地上に降りないとされる。外敵に襲われると頭部のクレストを膨らませて威嚇する。植生は動物食で昆虫類、節足動物等を食べる。繁殖形態は卵生。 ペット用として流通されることがあり、日本にも輸入されている。ほぼ野生個体のみが流通する。高さのあるケージに止まり木や干渉植物を組み合わせたテラリウムで飼育する。少なくとも飼育下では同じ場所で動かずにじっとしていることが多い。森林に生息するためか極端な明るさを嫌う傾向があり、止まり木や干渉植物等で、 ケージ内に日陰を多く作る必要がある。また高温にも弱いため日本の夏季における飼育にはエアコン等の冷房器具が必要になる。ありがとうございます。